ワンキワンキツどんなに小さなつぼみでも凍える冬を越えればほら春が来るたびに鮮やかな花が咲くのだからあなたが今日まで歩いてたこの道間違いはないなら春には大きな君が花になれ見送るともの紹介が済んだところで次の説明に入る曲の、はい、行きたいと思うんですけども2人お願いしていいですか、はい、次の曲は、はいはい、ダイヤモンドという曲でございまして、はい、高校野球のテーマソングになってくるんですけど、はい、僕たち、はい、この2人、はい、元高校球児でして、そうですね、はい、こう見えて高校球児です、はいはい、丸坊主でした、はいはい、そうですね、坊主で、まあ、皆さんもね、あの皆さんも言ってないな。僕たちも高校時代の頃は、あの坊主っていうか自分でバリカンとか買って自分で家で剃ってたんですけど。自分でやる。はい、そうなんですけど、で皆さん大体あのバリカンのアタッチメントついてバリカンの最初にこう長さ調節のつけるじゃないですか。であれをもう夏の前とかは本当にもうね、もう気合い入れるぞってね。はい、あれ取ってもう五人って言っても1ミリの半分くらいの超短いやつで。めっちゃ切ってこっからガッともう青いみたいなもう本当に頭皮バレ出しみたいな感じなんですけどはいそんな時もあってね、はいはい、今日も午前中海星山球場で母校の朝倉夢高校がそうあと試合あったみたいな、ね、試合があって結果どうだったんですか。結果はまあコールド負けだったんですけどはい、はい、コールド負けですけど、はい、まあ夏に期待しましょうということではい、はいね、そんな感じで、ね、皆さんもぜひ高校野球そうですねもう夏近いんで、はいはい、始まりますんでザ・青春という感じではい、はい見ていただきたいなと思います、はい、ということで、はいはい、次の曲いきましょうダイヤモンド
諦めること許さなかった。立ち上がれなかった日はその手が教えてくれたよ。一人じゃないで涙を石ころはどれば、どうしようもないもの、己を知らぬままくすぐってる。その目でその手で殻突き破れ、終わりはそうですね、地元出身です ね、はい、もう一人いるんですよね。もう一人、今は水飲んでいる。みんな水飲んでますね、はい、地元っ子は水飲んでますね、はいはい、地元は水飲むんですね、はい、そうですね、ここのガッティガッティも、はい、郡山出身、地元なんですけど嬉しいですね、はい、どうですか、やっぱりいいですか、地元で歌うのは、はい、いいですね、はい、いいですか、ここを通ってあ通学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 、まあ、こんなところで歌えて本当に幸せでございま す、ね、ありがとうございます、はい、はい、やっぱり地元には思い出とかありますよね、思い出も、ね、地元で歌うにあたって、はい、思い出、思い出、ここで先輩のライブを見たし、そうそうですね、あ去年ですね、そうですね、ありましたね、私も行けなかったんです1年前もこんな感じで歌って、はい、それから憧れて、まあ、この場に今立っているわけですね、アカペラサークルの一員として、はい、はい、ということで思い出に関連して
次の曲、はい、ご披露したいと思います。曲紹介をお願いします。はい、次の曲はビデオフィルムス。最後の曲になるんですが、そうですね、最後の曲なんですが、この後にももう一つ、これ一部としてやってます。やってます。二部があります。何時間でしたっけ？二部は4時45分から、4時半から、4時半です。すいません、4時半から。そして私たちのこのバンドの後にももう一つバンドすぐ歌いますので、真ん中からそちらの3人がまた衣装をちょっと変えまして、ちょっとだけ変えまして、はい、ガラッと違った雰囲気の曲をやるバンドで踊ったりしちゃう、踊ったりしちゃうんですよ、はい、バンドで登場しますので、そちらの方、知らなかった、あなた踊ります。はい、はい、頑張ります。という感じでもう一バンドありますので、そちらの方もぜひご覧ください。はい、では最後の曲になります。はい、続いての曲は君という名の翼です。しわくちゃの写真には眩しかった時間と、寄り添う僕らが痛いほど鮮やかに焼き付けられていて、はぐれたのはきっとそちらのせいでもなくて、気がつけば君は僕の中に
住み始めた勝ち負けだけじゃない、何かを教えてくれたレフが一緒に走った、冷たい夏の雨、青いしぶきに重なる残像、水際に浮かべた感情、喜びや悲しみ、あふれない